小川博士は、日本の哲学者、大学教授。日本統治下の台湾、台北市に生まれる。1944年に、東京商科大学を卒業。1954年に、東京教育大学文学部哲学科哲学の助教授になる。認識論を研究する。1978年に、筑波大学教授になる。 1984年に筑波大学を定年退職。1988年に八千代国際大学政治経済学部哲学担当教授に、なる。1996年に八千代国際大学を退職。2010年7月17日に死去90歳遺没。東京教育大学の筑波移転問題に絡んで慎重な姿勢を取った。 文学部と積極的だった理学部を中心とする部分の間には大学の意思決定機関だった評議会の運営をめぐる圧力があった小川は移転強行反対の立場に立ったしかし現実は移転強行派が勝つ形で教育大学の閉学筑波大学新設へと進んだそのため移転強行反対の立場に立った文学部の教官が 筑波大学が発足する以前に定年で退職したり、他大学に移籍する中で、小川はあえて在職の道を選んだ。教育大学の閉学に際しては、筑波大学に教授のポストを与えられたが、こうした経過のために学校教育部に所属させられ、筑波大学の学生相手に教弁を取ることはなかった。ありがとうございます。